こんにちは、まこちゃんです。今日はですね、もうすぐ5号機ジャグラーとお別れ、私が選ぶジャグラーベスト3についてお話ししていきたいと思います。はい、というわけでね、もうあと半年、まあ、多分半年ないですね、半年完全切ってますけども、5号機撤去がもう間近に迫っております。そんな中、私個人的に一番、別れが寂しい機種、それは、ジャグラーでございます。まあ、未だにね、ジャグラーなのかジャグラーなのかちょっとね、そのイントネーションはちょっとわからないですけれどもまあ私ジャグラー大好きでございまして、パチスロを打つ時の稼働の9割は、9割5分かな、ジャグラー打っております。別に最近はもちろんそうだけど、別に最近じゃなくても普通に ATRT 全盛期とかの5号機の時代でも私の稼働のもう8割9割はジャグラーでしたね。っていうぐらいも私ジャグラー大好きでございまして、パチスロ打つイコールジャグラー打つみたいな人間でございますので、で私はこう見えて5号機世代でございますので、4号機以前のジャグラーは一切触ったことないということで、5号機その代わり5号機のジャグラーは全て触っております。触ってないジャグラーは1台もないはずなので、そんな私が選ぶ、ジャグラー、5号機ジャグラーのベスト3を今日発表していきたいと思います。まずですね、第3位に選ぶ5号機ジャグラー、私が選ぶ5号機ジャグラー第3位はマイジャグラー4でございます。まあね、もうマイジャグシリーズというとね、まあ、ジャグラーうちにはおなじみのシリーズでございまして、まあ、マイジャグ4に関して言うならまだ現状ホールで打てる、ジャグラーでございますので、まあホールでねジャグラー打つ方でマイジャグ4を打ってる方多いかもしれませんけども、そんなマイジャグ4が私のベスト、あ、ベストっていうか第3位ね、選ばせていただきました。でまあマイジャグシリーズは4作出てますけども、基本的にはね、まあ進化してって言ってるんですけど、あのね、個人的に、もうマイジャグの中でランキングつけるとすると、マイジャグ4が1番で、次が2で、次が3なんですよ。でまあ初代の順番になるんだけど、やっぱね3でちょっと落ちちゃったんだよね、ゴーゴーランプのクオリティが俺から見てクオリティがだよ、うん、おそらくそのなんだろうな、マイジャグ2よりももっとナチュラルなゴーゴーランプを目指した結果が多分3だったと思うんだけど、結果として俺はチャチくなったなっていう印象しか受けなかったから、2から3になった時に、で4になってそのマイジャグ2の綺麗さプラスアルファで進化したなっていう意味で、やっぱりマイジャグで選ぶなら間違いなく4ですし、まあ、全体で見た時にまあ個人的に3位かなっていうところでマイジャグ4を選ばせていただきました。はい、それこそね、私マイジャグ初代が出た時は寝台入れ替えで並んでまで打った機種でございます。はい、まあね、マイジャグの初代、まあ打ったことない人結構いるかな、わかんないですけど、まあチャチーよ5号ランプの位置は一緒なんですけど、まあチャチーなんていうかな、例えば今のマイジャグてかマイジャグ2以降はおそらく5号ランプが点灯してない時に5号ランプ見れないんですよね、見えないですよ確実に。初代は見えます、うっすら透けて、がっつり透けて見えるんで、あ、ここが光ったら当たりねっていう、その奥にあんだけど見えるっていう、これがチャチーですよ。ちょっと説明しづれえな、もう写真入れられたら入れますけど、あの本当チャチーですよ。それが4、まあ2からなってるけど、2になって完全にゴーゴーが見えなくなった時はもうびっくりしたけど、うん、もう今のマイジャグなんか完全に見えないじゃん、光るまで見えないっていう、あーすげー進歩してんなーと思いましたね。うん、で特に初代のマイジャグなんてさ、奥行き感も全然ないですよ。もう要はここの丸っこいところにゴーゴーランプがあって、もうこの辺にある感じだよね、もうすぐここにゴーゴーランプがあるのか分かんないけど、今のマイジャグシリーズはもうかなり奥行きある、この辺にゴーゴーランプあるような見え方をするから、すげえ進歩したなと思って、うん、だからすごい気持ちいいよね、光った時、おー綺麗で、マイジャグ4は綺麗、やっぱ綺麗ね、マイジャグシリーズの中で一番綺麗ですよ。うん、それがたまらないし、あと打感がいいっすね、あの筐体、多分マイジャグ4と、ゴーゴージャグラー2かな、あと多分アイムの新しいやつも多分あの筐体なんだけど、あの筐体ってすごく打感がいいんですよね、打った感触で。まあジャグラー打たない人からしたら打感なんか一緒だと思うかもしれないけど、意外と筐体によって違うんですよ全然。あの筐体は基本的に打感がいいね、だからゴージャグ2とかマイジャグ4を打つとき、あ、打感気持ちいいなって、まあもちろん当たり前に打つからあんま感じないけど、最初打ったときに、あ、すげえ気持ちいいなっていうぐらいの、そこもすごく評価が高いですね。うん、であとやっぱ光り方多彩ですよね、ま
マイジャグシリーズではもう結構伝統的になってますけど、まあ、ゴーゴーランプの色が変わったりとか、その対応する機種ですね、 BGM の機種に応じてゴーゴーランプの光が変わる、厳密に言えばゴーゴーランプの光に応じて BGM が変わるんでしょうけど、なんで結構多彩に光る、赤っぽく光ったり黄色っぽく光ったりオレンジに光ったりで、あとプレミアム的にゴーゴーがこう動いたりとかね、すごく多彩な、ランプの光り方が楽しめるっていう意味で、私のベスト3には、マイジャグ4を挙げさせていただきました。はい、第2位、私が選ぶ5号機ジャグラー第2位はですね、ジャンキージャグラーでございます。はい、ここでジャンキーを選ばせていただきました。まあこれは5号機初期のジャグラーでございますね、うん、で5号機ジャグラーの順番で言うと、おそらくアイム、アイム7、ラブリーでジャンキーだったと思うんで、でこれ以降に筐体変わるんですよ、5号機の筐体、5号機初期の筐体はこの多分4機種だったはずで、その後のクラシックジャグラーからまた筐体変わったんで、最初の筐体はここまでなんですよ、っていう意味で初期のジャグラーと言えるのが、ジャンキージャグラーでございますね。はい、まあそのそれこそさっき言ったマイジャグの初代よりも古い機種なので、まあここ5、6年で打ち始めた人はおそらくジャンキーを触れてないかな、古いジャグラー置いてる店だったら触れてますけど、触れてない機種だと思います。ジャンキージャグラーはね、これは打感が素晴らしかった、打感が気持ちいい、やっぱね打感重要なのよね、うん、でマイジャグ4の時に今の新しい筐体全部打感がいいって言ったんだけど、この頃は別にそのさっき言った通りね、4機種一緒だったわけよ、アイム、アイム7、ラブリー、ジャンキーか、同じ筐体だったけど別に全部が打感良かったわけじゃなくて、このジャンキーがねずば抜けて良かった、なんか打ってて気持ちいいんだよね、ジャンキージャグラー、うん、ラブリーもちょっと特殊だったんですけど、ジャンキージャグラーの特徴としてはビッグ多めっていうところね、これも良かったね、うん、結果結構荒い波の、俺の中でジャンキージャグラーはもう荒い台だったから、当時の俺からするとそうだな、皆さんが知ってる感覚で言うと外線を打つ感覚で俺はジャンキージャグラー当時打ってたから、普通のアイムがジャグラーだとして、ジャンキージャグラーはもう外線打つぐらいの感覚の荒いジャグラーだと思って打ってましたね、うん、非常に良かったですね、ジャンキージャグラー。 BG とかもなかなかね、未だにマイ4でたまにジャンキー流れたりすると、あジャンキーねーって思うもんね、うん、であとジャンキーで良かったのはですね、名前入り救済ペカがございました。はい、あのね、ジャグラー打ちからするとね、名前入り、要はペカらせる前に直でボーナスが入ってしまうのを、これね、やっぱへこむんすよ。残念なのよ、なんか。獲得枚数的には得してるはずなのに、すげえ損した気分になるわけよ。うん、その救済機能がついてるのがジャンキージャグラーでございます。まあ、ビッグ限定ね。化けの場合はもう絶対名前入りしたらアウトなんですけど、ビッグ名前入りの 50% だけ光る可能性があるんですよ。そう。ビッグ名前入りした時の 50% でペカってくれる、名前入りした瞬間にペカるっていう、これがね、この救済措置俺大好きでございました。で最初の頃この救済措置の意味が分かってなくて、要はその救済措置、普通のジャグラーだとボーナス揃えた時点で55ランプの点灯って消えるわけよ、要は消灯しちゃうわけ、ところがその名前入りでペカらした場合、ジャンキーのねはボーナス中最初の数ゲームはこれ光りっぱなしなのよ。そうで、俺この法則は全然その時はもうビギナーもビギナーだから気づかなくて、え何これボーナスゲーム中光ってんだけど、えストックみたいなこと考えながら打ってたのも今となってはいい思い出です。はい、後々なって名前入りの救済ペカだって気づいたんですけど、最初の頃はストック、俺ボーナスストックしてんじゃねえのみたいな気持ちで打ってたのも今となってはいい思い出ですね。なんで、私の選ぶジャグラー第2位に5号機初期の、ジャンキージャグラーを選ばせていただきました。はい、というわけで、私が選ぶ5号機ジャグラー第1位、こちらですね、ファンキージャグラーでございます。おめでとう。もうね、ファンキーは最高です。はい、ちなみに2位に挙げたジャンキーの俺の中では進化系ですね、ファンキーは。うん、おそらく多分作り手側もジャンキーを意識し、ある程度意識してると思うんだけど、もうね、完全にジャンキー超えたね。ジャンキー超えた名機、ファンキーですね。はい。こちらもですね、おそらくまだ撤去前で打てるジャグラーの一つだとは思うんですけども、これはね、ぜひ打っていただきたい。ファンキーは楽しい。ファンキーはいいね。うん。まず打感がいい。
これ全部に言ってんな。でもやっぱ打感大事だからな。ファンキーも打感がいいんすよね。やっぱ打感だな、ポイントになってんのな。自分で言ってて今思った、あ、俺打感で選んでんのかなと思って。ファンキーの打感はいいです。で、あとゴーゴーランプ、これも綺麗ですね。ファンキーはかなり眩しい、光量強めのゴーゴーランプですね、でちょっとピンクっぽい感じのあれもいいですし、あとなんといってもね、ファンキーで言えば結構プレミアム系が多くてですね、ドリフトストップとか、あとなんかスーパービンゴみたいなセグが777になるとか、結構その辺が3つ4つぐらいかな、もうびっくりするんだけど、はっってなんだけど、そういう多彩なプレミアムあるのも非常に素晴らしいですし、あとまあ中段チェリーなんかもね、制御上できるんで、なかなか中段チェリー止まるジャグラーって大体マイジャグシリーズぐらいしかなくて、多分他のジャグラーってあんま中段ってないはずなんだよね。ちょっと、あ、俺あんまそんな制御詳しくないから間違ってたら申し訳ないけど、ただファンキーはそのちゃんとゴーゴーランプが光らせる見えてる形で、ちゃんと中段チェリーが止まる数少ないジャグラーシリーズだと俺は思ってるんで、非常にね、ジャグラーやっぱ中段チェリーで一回バー3つ揃えたの、唯一、初めて俺唯一ね、そのバー3つ揃えて経験したのファンキージャグラーなんで、その辺も非常に評価も高いですし、あと BG もいいね。レッツゴーって言って始まるんですけど、ビッグの時は。てれれれてってててって始まるんですよね。これもね、最高ですね。これもなんかレッツゴーって言われても、よっしゃーみたいな感じで、ボーナス消化始められるっていうのも非常に評価高いですし、あと見た目も綺麗だよね、パネルのデザインも。コンっぽいデザイン。コンって多分なかなかないはずなんで、もないな、今までのジャグラーでコンって、かなり濃いめの黒にちょっと近いコンかな、なんであのパネルの色味もすごくおしゃれですし、大きいジャグラーの中で私ベスト1ではやっぱファンキージャグラーかなと思います。はい、というわけで、私が選ぶジャグラーベスト3は、第3位がマイジャグ4、第2位がジャンキージャグラー、第1位がファンキージャグラーとなりました。それこそね、俺最初に紹介するの忘れちゃったんで、一応5号機ジャグラー一覧今から出しますんで、こちらです。はい、まあね、こんな感じで多分ね30機種ぐらい、ちょっと編集しながら調べて、今テロップ、編集上でテロップ出してるから、こう喋ってる時にデータ持ってないんで、手元に何機種あるか分かんない、多分30ぐらい、30近く多分ジャグラーって出てるんですよ、5号機ジャグラーだけで。で、この中でやっぱそのベスト3選ばせていただきましたね。あと辞典とかで言うなら、ジャグラーガールズとかも俺は好きだったね。やっぱ学校が好きなんで俺は。だから俺学校ない機種基本的に嫌いなんですよ。ゴージャグとか、マイジャグとかもそうなんだ。だからマイジャグ4がランクインしたのは結構奇跡的なんで、ただまあやっぱ選ばざるを得ないかなってところでマイジャグ4選びましたけど、基本的に学校好きなんですよ。で、ジャグラーガールズって機種は、基本的に画工、全部に画工つくんで、こう、後告知のゴーゴーランプ点灯の時は画工が 100% 発生すると。で、プレミアムで画工なしはプレミアム、ビッグ確定のプレミアムっていうのも、非常にジャグラーガールズ良かったんですよね。なかなか流行んなかったなぁ。ちょ、ガールズの続編とかも結構期待したんですけどね。結構ジャグラーシリーズって続編出すんで、マイジャグは4つも出てますし、あとハッピーも出てるし、ミラクルジャグラーも出てるよね。なんで結構続編出てるんで、俺は個人的にガールズの続編とかも期待してたんですけど、それが出なかったので、まあとりあえず選ぶとして3つ、さっき言った3つ挙げさせていただきましたけど、まあ皆さんね、どのジャグラー好きですかっていうことですね。はい。ぜひね、あのコメント欄とかで皆さんの好きなジャグラーお聞かせいただければ幸いでございますね。はい。で、おすすめなジャグラーと、好きなポイントなんか書いていただけますと、私もね、ああなるほど、そういうところはいいとこなんだなって感心させていただきますので、ぜひね、お気軽に、ジャグラーについてコメントいただければと思います。はい、まあジャグラーについてね、あの語るべきことはね、これだけでは全く足りてないんですけどまたね、別な動画でジャグラー動画はこれからも上げていきたいと思いますので、とりあえずね、今日はですね、私が選ぶ、5号機ジャグラーベスト3ということで発表させていただきました。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していきますと、今度ブログを読みますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。